愛知電気鉄道電3型電車は、愛知電気鉄道が1921年に導入した電車である。前後つまめを丸妻5枚窓構造とした木造車体を備え、従来導入した四輪単車構造の電1系、電2系、不一型とは異なり、愛電の保有車両として、初めて二軸ボギー台車を装着する、ボギー構造を採用した。また、 関節制御装置の採用によって、総括制御を可能とした点を特徴とする。翌1922年には、電3型を設計の基本としつつ、車体長を13メートル級から15メートル級に延長し、さらに車内に荷物室を備える、脚下構造工作りとした、電4型が増備された。 その他、制御装置の使用が直接制御に改められ、総括制御が不可能となった点が、電3型とは異なる。後年、電3型のうち4両が、アイデン冒険の壁海電気鉄道へ譲渡され、同社で100型となった。また、アイデンと、明期鉄道との合併による現、名古屋鉄道の発足と、壁海電気鉄道の名鉄への吸収合併に、伴って、 最終的には、電3型、電4型、壁階で100系とも、全車名鉄席へ編入され、各種改造を経て、最終的にも1000型、も1020型、も1030系の3形式に再編された。これら3形式は、終始河川電圧600、ボルト仕様の、各路線区にて運用され、1964年まで在籍した。以下、本校では、 電3型及び電4型として導入された計8両の車両群について記述する。アイデンは、同社常滑線の複線加工地進捗に伴う輸送力増強を目的として、1921年5月に電3型6両を導入した。電3型の記号番号はデハ21デハ24、デハ26デハ27と、不一計。 左派20からの続番が付与され、で派25は当初から欠番とされている。これは1919 19年10月に発生した正面衝突事故の当該車両2両が、いずれも、車番末尾5の車両であったことから、移行アイデンにおいて、車番末尾5は意味数とされたことによるものである。翌百二十二年三月には、同じく輸送力増強を目的として、 電4型2両が増備された。電4型は、車体長が15メートル級に延長され、車内を脚下合造工作りに設計変更した点などが、電3型とは異なる。電4型の記号番号は、デハ2030でハ2031と1000番台の車番が付与され、位を30番台とした新規番台に区分されている。なお、電3型、 電4型とも全車に一本車両製造本店にて申請された。全長 13,585mm、全幅 2,642mm の木造二重屋根車体を備える。電4型は全長が 15,126mm に延長されているが、全幅などその他の車体設計は電3型を踏襲する。前後つま面は、 前後方向に大きな半円を描く丸つま形状とし、各つま面に計5枚の前面窓を配置する。このつま面形状は当時の電車設計における流行を取り入れたもので、アイデンデン3型、電4型同様に光年名鉄へ継承された同時代製造の車両では、ミノ電気軌道が導入した。 b d 5 0 5系、かかみ原鉄道が導入した K1BE 型、岡崎電気機道が導入した200型などが、電3型、電4型と、同じく前面5枚窓構造の車体を備える。運転台を前後つまめに設けた、両運転台構造を採用。前小島は落成当初前後つまめの、腰板中央部へ設置されたが、後年や値上がり中央部へ移設されている。 側面には片開け客用扉を片側3箇所設け各客用扉間に5枚の側窓を設置する5枚の側窓は太い窓間柱によって2枚3枚の形に区切られ側面窓配置は D32D23D である電4型は車体長が延長されたことから各客用扉間の側窓が1枚増加し側面窓配置は D33D33D と異なる。屋根部の設計は前述の通り二重屋根構造のモニター屋根となっており、モニター屋根の両脇には水雷系通風機を片側2個、一両あたり計4個設置する。両端の車端部にはトロリーポールを搭載する。車内座席はロングシート仕様で各客用扉間に定員36人分の座席が設置されている。 また、電4型は、中央扉付近の車内空間を、荷物室とした、客家構造工作りを採用する。前後車端部の乗務員空間と、客室空間は、運転台の直後、車端部に向かって中央部にのみ設けられた、仕切り壁によって区分されている。ブリール 27MCB-2 台車。画像は、他社在籍車両が装着するもの。電3型。 電4型の電装品は、米国ウェスティングハウスエレクトリック製の輸入品が多く採用されている。これは、後継の各形式にも踏襲され、アイデンの保有する鉄道車両において、ウェスティングハウスエレクトリック製の主要機器が標準仕様となる端緒となった。電3型の制御装置は、アイデン発となる総括制御対応の間接制御方式を採用。 HL-264T-19 電空谷スイッチ式関節肘動制御装置を床下へ搭載する。一方、電4型の制御装置は電1型などと同じく直接制御方式に変更され、直接制御機を各運転台へ設置する。なお、電4型は名鉄検証後に HL-480B1 電空位スイッチ式関節非自動制御装置を搭載電3型と同じく関節制御車となった主電動機は WH-546 J 直流直巻電動機を採用歯車比3.14にて1両あたり4機各軸に搭載する台車は ブリル製の単造工組み立て型釣り合い量式台車の 27MCB-2 を装着する。車輪系は 864mm、固定軸間距離は 2134mm である。制動装置は、総括運転を前提に導入された、関節制御車の電算型が、ウェスティングハウスエアブレーキ製の SME 非常直通ブレーキであるのに対して、 参考運転を前提に導入された直接制御車の電4型は、米国ゼネラルエレクトリック製の直通ブレーキと、仕様が異なる。ただし、電4型についても前述した、間接制御下に際して、制動装置を SME 非常直通ブレーキ仕様に改造、仕様が統一されている。終電装置は当初トロリーポールを採用、前後の車単部へ、 1> 各一機搭載したが、後年前車とも、両系パンタグラフに換装され、一旦の車端部へ一両あたり一機搭載する、携帯に改められている。連結機は、当初、国有鉄道との貨物連絡運輸を念頭に、貨車牽員の目的で、螺旋連結機仕様で落成。その後、1925年に、並形自動連結機へ交換されている。 トコナ線を走行するデハ24導入後、電3型は、電4型と、同じく車番を1000番台に改め、同時に車番を0基板とする改板が実施され、記号番号は、9番順にデハ1020、デハ1024、デハ1026と再編された。この改板は、2軸ボギー車の車番を1000番台以降に集約する、目的があったものと指摘され、実施時期は不詳であるが、 対象年間末期にはすでに改版が実施されていたことが現存する画像にて明らかとされている。電3型、電4型は当初、幹線路線区にて運用されたが、1925年から1929年にかけて、岡崎線及び、床滑線の河川電圧が、 直流6 0 0トから同1 5 0 0トに昇圧されたため、以降直流6 0 0ト電化路線区の西予線に集中配置された。この間、1927年11月18日届けでにて、施行された、形式称号変更において、電3型はデハ1 0 2 0 k 電4型はデハ2030型と、それぞれ初号車の記号番号をそのまま、 形式称号とするよう改めた。これは、アイデンが保有する全形式を対象として実施されたもので、両形式を含め、電化たち、負荷たちの形式称号が廃止された。1928年に出波1 0 2 0千1 0 2 2から1024.1026の4両は、壁回電気鉄道へ譲渡され、同社ので1 0 0一1 0 1から104となった。 これは、アイデン西尾線と、壁海電気鉄道線の直通運転開始に際して、壁海電気鉄道線の河川電圧を、従来の直流 1500V から、西尾線と共通の直流 600V に高圧した、ことにより、運用車両の入れ替えを行う必要が生じたため、アイデンと、壁海電気鉄道との間で、直流 600V 仕様の出波1020型と、 1> 同1 5 0 0ト仕様の壁階で1 0 0系3両の交換遺跡が行われたものである。また、アイデンに残存したデハ1020デハ1021は同時期に車内に郵便室を新設して郵便号作り車となり、デハユ1 2 0系1 0 2 0 1 0 2 1と記号を改めた。名鉄も 1000K1001935 年8月にアイデンと 名機鉄道の合併によって、現、名古屋鉄道が発足、電3型、電4型は全車とも名鉄へ継承された。なお、デハ 2030KS1030 は1933年に、壁海電気鉄道線北安城南安城間の、東海道本線との交差部分に存在する、古線橋付近にて、転落事故を起こし、車体を、大破消失し廃車となっていたため、 この時点で名鉄へ継承された車両は、デハユ1 2 0系1 2 0 1 0 2 1及び、デハ2 0 3 0系1 3 1の3両であった。名鉄席への編入後は1941年の形式称号改定により、デハユ1 2 0型が、モユ1 2 0系1 2 1 1 0 2 2 デハ2030型がも、2030系1031とそれぞれ形式書号、記号番号を改め、デハ u 1020はモ u 1022と、記号番号を、改めて車番のゼロ基盤を廃止した。その後、両形式とも車内の郵便室、荷物室を撤去して、全室客室化し、モ1020型、モ1030型と、形式、車番はそのままに記号のみを改めた。 一方、壁海電気鉄道へ譲渡されたもとで、8 0 2 0系ので1 0 0系1 0 1から104は、1944年3月に実施された、壁海電気鉄道の名鉄への九州合併に、際して、名鉄席へ編入された。同4両はも1000型と別形式に区分され、9番順にも1 0 1対も1 0 4の希望番号が付与された。経緯によって、 元電3型、電4型に属する車両は前述した電波に1030、計1030を除く、計7両が名鉄へ継承され、西尾線にて引き続き運用された。戦後の1947年に、旧三河鉄道由来の非電化路線である、蒲郡線が、西尾線と、同じく直流6 0 0ト規格にて電化された。運用車両は、 西予線と共通とされたため、模線型、模線2 0型、模線3 0系の運用範囲は、西予線及び、蒲氷線の両路線に拡大した。また、西予線、蒲氷線運用当時の1949年から、翌1950年にかけて、模線型、模線2 0型、模線3 0系全車を対象に、経年劣化が進行した。 車体目部の改修が順次施行された。西尾線、蒲氷線は、1959年に蒲氷線が、翌1960年に西尾線が、それぞれ河川電圧を1500ボルトに昇圧された。それに伴って、同600ボルト仕様の模線型、模線20型、模線30型は、 当時河川電圧600ボルト仕様で損置されていた犬山地区の支線区へ転用された。しかし、同時期には全車とも経年による老朽化が進行し、特に木造車体については落成後40年余りを経過して、締め替えが不可能なほど老化と指摘される状態となった。その後、1964年1月にも 1020K1022 が、 同年10月に残る全車が廃車となり、愛知電気鉄道電3型及び、電4型として導入された、車両群は全廃となった。愛知電気鉄道電4型電車に関するカテゴリー、壁回電気鉄道で100系電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。